メディアを再生する勝利のための対魔草、ヘンプ・フォー・ビクトリーの再生。勝利のための対魔草は、第二次世界大戦時に制作されたアメリカ合衆国によるモノクロのプロパガンダ映画であり、1942年に公開され、ヘンプの使用を解説し、農業生産者に対してできる限り生産するよう、奨励したものである。本映画は、ヘンプを生産する。 要奨励するために制作されたもので、背景に他の産業繊維が供給不足となり、しばしば海外から輸入されていたということがあった。本映画は、ヘンプと麻製品の歴史、ヘンプの生育、縄のような作具や、布、他の製品として加工されることを映像化したものである。1989年以前には、この映画はあまり知られていなかった。 アメリカ合衆国政府はこのような映画を作ったこと自体を否定してきた。アメリカ合衆国のオームシーアメリカ議会図書館は USDA や政府のいかなる部門からも制作されていないと関係者に説明していた。1989年5月19日には2つの VHS の複製ビデオがマリア・ファロー、カール・パッカード、ジャック・ヘラーによって回収され、 議会図書館に寄贈された。今では、アメリカ国立公文書記録管理局からダウンロードすることができる。ヘンプ・フォー・ビクトリーは、2006年にイギリスのロンドンで出版されたヘンプに関する書籍の署名である。例から954万9939から例 X。ケニオン・ギブソン、ニック・シンディ・マッキントッシュ、ウッディ・ハレルソン、ミーナ・ヒゲイヤード。 サム・ヘスロップなど、ヘンプの世界で知られる著者が執筆している。2008年には、イギリスの制作会社が、続編を制作した。2009年のシアトルヘンプフェスで公開された。公式発売はなかった。2012年には限られた地域で発売された。ありがとうございます。